今日の晩御飯はお鍋。やった、何鍋にするの？今日は闇鍋。闇鍋とはそれぞれ好きなものを持ってきてそれを鍋でいいん。みんな持ってくるものがバラバラだからどんな鍋ができるかわからない。そんなハラハラドキドキを味わうのが闇鍋。闇鍋最高。山田くんが見たことないテンションしてる。じゃあ食べよっか。まずはこれ。え、何これ？あ、それ僕のですね。漢字ドリルです。待ってよ、ヨラくん。漢字ドリル入れたん？漢字を覚えるのにちょうどいいかと思って。計算ドリルの方が良かったですか？いや、そういう問題じゃないから。次はこれ。え？嘘でしょ。俺は俺のやつだ。いいだろ？これってエナジードリンクよな。これで気合い入れようと思って。なんで缶ごと入れたん？爆発したら危ないわ。おお、そうだな。軽く温めたらもういけんだろ。そういう問題じゃないから。次だ、次。この黒くてプルプルしたゼリー状の球体は何？これ僕の。美味しいんだよ。ゾロ君はこれを持ってきたんですね。え？君たちの家ってこれが普通に出てくるん？そうだぜ。うまいんだよな。食ってみろよ。いやいやいや、無理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 。やめてやめてやめて。あ、コーヒーゼリーだ。美味しい。